보는집이됐어요빠이야안녕하세요ヨンサモ TV のコージです。今ここはイーマートに来てます。これから夏に向けて韓国旅行に来られる方はお土産って結構迷われると思うんだけど、イーマートでおすすめのお土産を紹介するのでぜひ参考にしてください。夏限定のものとかそういうのもあるので、そういうのも含めて紹介していきます。では早速中に入っていきます。いつも紹介しているイーマートマンチョン店は1階が日用雑貨になってて、洗剤とかあと化粧品とかもたくさん売ってます。イーマートって日用生活品は1階に置いてあるんだけど、このあのマスクパックはねすごくお得に買えます。どんな感じかっていうと10プラス10で万ウォンで買えます。これ2つね店員さんがおすすめしてくれたんだけど、右の方は皮膚をね強くしてくれるコラーゲンマスクで、左は保湿をしてくれるマスクだそうです。どっちとも、万ウォン万ウォンで2万ウォンです。おお。でこういう風にサービスもしてくれます。サービスで감사합니다。エッセンスで성분エッセンスはご두루메디롱크림레티노네네감사합니다。네プレゼントもくれました。でおすすめ1はこれマスクパック。マスクパックはイーマートで買ってもとっても安く買えますよっていうのね。イーマートには安売りのものだけじゃなくて人気のスキンユーっていういいボディーソープとかも売ってます。ちなみにねこのねヘアオイルなんかねすごくいい香りがしておすすめしてます。パーフェクトセラムっていうブランドね。一つ一つのブランドがこんな感じでいろんな種類のものが置いてます。イーマートの中にはジャージュっていう無印良品みたいなコーナーもあります。シンプルな洋服が置いてあったりとか、パジャマとか生活雑貨なんかも置いてます。 Hey! イーマートマンチョン店の地下1階は食材とかあとはラーメンとかあとお菓子とかねそういうのが置いてある場所なんだけど、ね、お土産でぜひ買ってほしいものがこれ、トゥンジーネンミョン。これね4個で6650ウォンなんだけど、この冷麺ね夏にしか出ないレアアイテムで本当にね本格的な味がするから絶対にねおすすめというか買ってほしい冷麺です。韓国のインスタントラーメンって結構いろんなのがあるんだけど、その中でもね申し訳ないけどこの冷麺はねダントツで美味しい。それぐらいねおすすめしてるものなので、夏にね韓国に来られる方はこの冷麺を買ってください。これ本当におすすめしてます。めちゃめちゃいいよ。あとね韓国のお菓子で自分がねめっちゃ気に入ってるのがこれ、このバニラ味のワッフルロール。これねあの上品な味でまた甘くてねすごい、ね、美味しかった。これはねお土産で買ってって一つね自分でパクって食べたんだけどすごい美味しかったから、結構ね韓国に行く時に定番で買ってます。でお土産としてもね喜ばれるし、誰が食べても美味しいなと思うお菓子が多分これだと思う。一応味はチーズ味、バニラ味、チョコ味の3つあります。1180ウォンです。次はご飯のお供に合う海苔を紹介するんだけど、海苔ってね種類がねいっぱいあるんだよね。でどれ食べても基本的には美味しいんだけど、個人的にこれ美味しかったよっていうのをね紹介します。ジェレキム。この海苔ねシンプルな見た目なんだけど味がとっても美味しくて、海苔の質がねしっかりしてる感じ。韓国海苔によってはパラパラしちゃう海苔が多いんだけど、このジェレキムっていうのは海苔がしっかりしてて美味しいです。バラ巻き用にもできるし、これ一つでお土産としてもプレゼントできるので、海苔はね韓国のお土産のマスト的な存在でもあるんで、どれ買おうかなって迷った時はジェレキム、これおすすめです。次におすすめするのは韓国のもう超ド定番中のド定番、アーモンドのお菓子の HBAF。 このアーモンドね、なんと E マートだとディスカウントしてて2つ買うと1つついてくるっていうような仕組みになってます。種類は定番のハニーバターアーモンドとかわさび、あとはコーンのねトウモロコシのアーモンドだったりとか、ガーリック、クッキー&クリーム、あとねプレッツェルが入ってるアーモンドもあります。それ以外にもティラミスやキョルピッパンパンアーモンド、これイメージ的には31のポッピングシャワーみたいな味がするのかな、パチパチしてねすごい美味しい。インジョルミ、インジョルミはきな粉のアーモンド、これ、ね、黒ごまのアーモンドっていう風にねあるんだけど、韓国語教室のみんなでどれが美味しいかっていうのを検証した時に1位はね
やっぱりハニーバターアーモンドだったかな。あとは韓国料理で欠かせないごま油、これめちゃめちゃ美味しかったって言ったのがコスハンチャムギルム、ごま油。コスハンチャムギルムは飽きた時の香りと使った時のコクが全然違うそうです。いつもはねこれの缶バージョンを買ってるんだけど、今回ね缶がなくなってて、こんな感じでもっと高いね新しい缶が出てました。いつもはねオッドギなんだけど、ペクソルっていうブランドなのかな、これは。でこれをね母にプレゼントするので、どんな味かっていうのをまた聞いてみようと思います。お土産とはまた別なんだけど、この韓国のトマトっていうのがねめちゃめちゃ甘いんだよね。でこの韓国のトマトのこの色がね真っ赤、トマトがね韓国すっごい甘くて美味しいんだよね。長い期間いる方とか、あとはまあ生活してる方なんかは韓国のトマトめちゃめちゃ甘いから、ぜひ食べてみてください。トマトが1キロ入ってて5980ウォン、これ安いんじゃないかな。こういう大きなトマトもあれば、ちっちゃなカラフルなフルーツトマトが入ってたりとか、国産のこんな色した梅みたいなトマトもあったりして、どれもね1キロとか、あとは750グラムとかで置いてあるんだけど、とってもね安いと思います。韓国にね長期期間いる方や韓国で生活してる方は、ぜひこのねイーマートでトマトを買って食べてみてください。やっとイーマートでショッピングを終えました。気を許しちゃうとねこんなに買っちゃうんだけど、日用品からお土産まで品揃えを豊富で、気を許しちゃうとついついこんなに買いすぎちゃって、重い荷物を持って帰ることになります。でも韓国の人の生活が垣間見ることができるので、とっても楽しいと思います。ヨンサモ TV の今回の動画が少しでも参考になったと思っていただけたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では次回の動画でまた会いましょう。 Hiya!